おはようございます。今日は8月の8日収録しております。みーちゃんおはよう。ずっと横で、ね、寝てくれてた。起きたら脇の中におってびっくりしたわ。はやさん、ねるさん、おはよう。今日も起こしに来てくれて起きました。3時半でございます。よし、ちょっとお掃除してから散歩行こうか。よし、起きるわな。昨日の夜にね、もうすごい雷雨があったんですよね。だから地面がね、めっちゃ綺麗になってる結構ね、なんか地面汚れてることが多いんですけど、家の周りすごいなんかリセットされた感。改めましてご視聴ありがとうございます。今回はですね、8月になったということで、積み立てNISA 8月のね結果発表していきたいなと思います。早速ね出していきましょう。ドンとこちら、はい、結果発表、総資産が200万と5万5129円になりました。やったなんか世界的にすごいなんか S&P500 が下がっていってるみたいな感じの YouTube のね、あのサムネとか見ててめっちゃビビってたんですよ、内心ですが、全然問題ないですね今のところ。ほんまに当時初めの方ですよね、ずっと低い金額のやつを買い続けてたっていう結果でしょうね、おそらく。まあこっからね、さらに下がるのか、まあちょっと下がってまた角度ついてね上がったりするのかちょっと分かりませんが、元本がね200万円にいっちゃったらもう次300万円が見えるんでね。まあでもプラス53で200万円やから、まだ150万ぐらいなんですね元本はそれで200万いってるっていう結構奇跡的なプラス 35%。いやー、今回も素晴らしい数字を叩き出してくれましたね。まあこれから先、まあ30代もうすぐ終わったとして、40代もうまあほっとくっていう感じがいいかもしれないですね。で、毎月こういう感じで一応確かめといてみたいな。まあほっとくが大原則っていうのでね、皆さんおっしゃられてるんで、成功してる方がね、まあそれを真似てやっていきたいなって思ってますね。まあ、今後3年4年5年と経った時にどうなっていくか楽しみですね皆さんもね、積み立てNISAまだやってないという方、こちらは僕2年と8ヶ月のね結果なんで、 S&P500 でずっと積み立ててきた状況はこの状況ですよということで、一応参考になるかなと思いますんで、もしよければ検討してみてください。最近ね、この鬼滅の刃全部読んじゃいました漫画、まあ最後のね無限城編からですよね、最後までしっかり読んじゃいましたね。めちゃくちゃ良かったです。まあアニメをね見るのも楽しみになったっすね。これであの場面がどういう感じでこう見れるのかっていうのがね、めちゃくちゃ楽しみになりました。カナオさんがねめちゃくちゃ強いんですよ、実は柱でもないんですが、こう超活躍するっていうね。で、なんと最後ね、
まあ、これはちょっと言わないようにしますが、めちゃくちゃ楽しい最後でした。そうそう、先日ね、私イベントをやったんですけど、またね、その時来ていたお客さんにお貸しいただきました。いや本当にいつもありがとうございます。これはチーズのお菓子ですね。クラッカー系なんかな。いやすごい濃厚そう。これはゴディバで、なんかミニオンのチョコレートですね。めっちゃ美味しそうな本格的なチョコですね、絶対。いや本当にいつもありがとうございます。血食べれるかな、みーちゃんとか。まあ、ちょっとかけらとかやったら入れても大丈夫かな。チョコはダメなんでね、ちょっと食べれそうだったら一緒に食べたいなと思います。ちゃんとじゃ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 ん。ねるさん、置いとくな。行ってきます。やん、あゆめちゃん、はい、行ってきます。はい、今日はね、これから、まあ、上野でいろいろ仕事しようかなと思ってます。とりあえずホールに行ってちょっといろいろね、備品関連で、まあ、修繕というかいろいろ設置する箇所があるんでね、そういうのをしたりとか、まあ、セットアップ関連ですね、していきたいなと思いますね。昨日めちゃくちゃ豪雨が夜にあったんでね、なんか若干涼しいですね。やっぱ地面がね、こうめっちゃ暑くなってなかったらだいぶ体感違うんやろなっていうのはありますよね。日中とかね、もちろん日差し上からのやつもきついんですけど、地面も暑いから、それがもう相乗効果でもうめっちゃ暑いみたいななってる気がしますね。スタジオに着いたんですが、今日もね、お花綺麗にされてます。入り口ね、めっちゃ綺麗なんですよね。毎朝ね、なんかちゃんとお手入れされてるんですよ、マンションの方がね。これとかすごい育ってる。めっちゃいい感じ。この草とかめっちゃ可愛くないですか、なんか。はい、朝のいろいろ調整が終了してお昼になりました。ちょっとヨドバシカメラによってね、ホールの中で使う備品のケーブルをちょっと買いに行こうと思いますね。借金見に行ったんですけど、ちょっと売ってなかったんで、ヨドバシで買います。2階かな。うん、思ってたのが買えました。ランケーブルでいろいろしないといけないことがあるんでね、これ買ってきました。さすがにもうお腹減ったんで飯食べに行きます。今日も雨横入り口の大江戸さんに行きますよ。いや暑い、湿度がすごい。はい、なんと北千住の駅にやってまいりました。駅にめっちゃでかい丸いがあったりとかね、商店街がすぐにガーッとあったりとかね、めちゃくちゃやっぱでかいですね、この駅。で、東京芸大もね、千住キャンパスっていうのがあるんですよね。これすごいな、ちょっと行ってみようかな。近くに住んでる人とかいるんかな。営業も兼ねてね、ホスティングも兼ねて北千住の駅周り調査していくで。おー、なんか何よこれ、水族館があるんかな、いるか。ちょっと調査していくで。東京芸大ありました。うん、なんかここもなんかホールっぽいのがありそうですね。あんまりなんか人がいなさそう。夏休みなんかな、ちょっとわかんないですが、人気が全然ないですね。なんかお化け屋敷のイベントやるっぽいです。8月7、8やから、え、今日じゃない。今日の4時、6時なんなんやろ。キャンパス内でやるんかな。
よいしょ。はい、ただいま。ただいま。ただいま。ね、ただいま。はい、ただいま。よいしょ。兄ちゃん、元気やな。よいしょ。はい、ただいま。ただいま。忙しい、忙しい。寝るもん、忙しいな。よしよしよし。よしよしよし。あっち今日昼過ぎてからめっちゃ暑くなりました。よっしゃ、ゆっくり日陰でお散歩しようかな。ゴロン決め込んで。よっしゃ、大丈夫か。まだまだ暑いな、夕方でも。めいちゃんはほんま元気。ねるも元気。ねるもね、しっかり歩いてますよ。マイペースに。ダネル頑張れ。よいしょ。オッケー。おー頑張れ。大丈夫？よっしゃ。すごい。よいしょ。夜ご飯ね、食べてきました。で、今日の夜食にとセブンイレブンで凍らし果物ですね、買って帰ろうかなと思うが、それで夜にしっかりビタミンとってゆっくりするわ。はい、帰ってきました。アップルマンゴーこれ食べて夜ゆっくり過ごそうか。今日は88の日ということでね、9月がね見えてきたんでね、9月はね新しい iPhone が出たりとかで、気温が割と適温になってきたりとか、その辺が楽しみですよね。年末にかけてね、ガーッと時間がすぐに過ぎ去っていくんだろうなっていう気がしてます。湿気がね、いつも以上にあったような感じだったんで、結構うだるような暑さでしたね。まあ、北千住歩いててもめちゃくちゃ暑かった。危険な感じでしたが、今日も一日、体も動かせてね、気持ちよかったです。ということで、最後までありがとうございます。またね。ネルさん、今日も癒しをありがとうと思った方はぜひ高評価お願いします。ありがとうな、ネルさん。そしてメイちゃん、今日も可愛かったな、ブンブンして。よしよし、最後までね、ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。